アルペジオを練習してコードの展開形を理解しましょう。ベーマガウェブ西村純レオンよろず相談所第39回。これまでは一つのコードだけでアルペジオを弾いてきたけど、今回は CFG という3コードを使ったコード進行をアルペジオで弾いてみます。 CFGC というシンプルなコード進行です。キーが C で1451という動きです。これを例えば前回やった5音アルペジオのパターン2の運指をそれぞれのコードに当てはめて弾くとこうなります。やってみるとわかるけど、4弦ベースでこのフレーズを弾くのは結構大変というか、ちょっと無理があります。1小節目最後の E から2小節目最初の F に飛ぶのはフレーズ的にも運指的にも無理があるし、3小節目最後の B から4小節目最初の C に行くのはフレーズはいいんだけど運指に無理があります。なのでフレーズ的にも運指的にももう少し自然な流れにしたいなと。まあいろんなフレーズが考えられるけど、同じポジションのまま弾けるフレーズだと運指的には楽なので、例えばこういうのはどうでしょう。これだとフレーズ的にも自然だし運指も楽です。ただ気づいた人もいると思うけど、 F と G の一拍目がルートじゃないんですよ。F のところは5度の C から始まっていて、 G のところは3度の B から始まっています。つまりコードが変わった瞬間の F は F on C、 G は G on B っていうオンコードのサウンドになってるんだけど、これはそれぞれ展開形になってます。展開形って何かっていうと、普通はコードってルートが最低音なんだけど、ルート以外のコードトーンを最低音に持ってきたバージョンが展開形です。例えばトライアドの場合、コードトーンが3つあって、 F だと低い方から1度3度5度の順番に重ねると F A C ファラドなんですが、この順番を変えて3度のラから並べてラドファとか、5度のドから並べてドファラって重ねたものを展開形と呼びます。3度が一番下に来たのが第一展開形、5度が一番下に来たのが第二展開形です。サウンドとしては3つともF のトライアドの響きカラーを持ってるんだけど、やっぱり最低音が変わると雰囲気が変わります。でこの EX1 の場合、 F は5度の C が最低音になってる第二展開形、 G は3度の B が最低音になってる第一展開形です。運指はこうなります。曲に展開形のオンコードが出てくる場合って、もちろん響きそのものが欲しくて使う場合もあるけど、今回のフレーズみたいにベースのフレーズの動きの滑らかさが欲しくて展開形を使う場合も多いと思います。そういう意味ではこういうアルペジオの練習で展開形の響きとかベースの動き方を覚えると、自分でベースラインを考えるときにも役立ってくるので、ぜひ日々の練習に取り入れるといいんじゃないかなと思います。ということで、いいね、シェア、コメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。西村純でした。